大阪部結草は、アスカ時代の人物。生はフミ。出自は未生であるが、名前からして、大阪部は押阪部であり、押阪の彦人体系美子の家臣であった可能性が、高い、と、竹光誠は見ている。日本初期巻、第21によると、陽明天皇二年、陽明天皇の病も重くなり、自分は、仏法像の美穂に帰えしたいと思う、という意志を謹慎に伝えた。 軍神は入庁して、この件について議論した。モノノベモリアと中富のマサル会は反発し、どうして国津神に背いて他国の仏教の神を敬うことがあるのか。もとよりこのようなことは今までに聞いたことがないと言って反発した。蘇我馬子は御女のりに従って助けるべきである。誰がそれ以外の相談をすることがあろうかと答えた。さらに皇帝の御子である。 穴ホベ王子が報告帽子を連れて代理に入ってきた。森屋はこれを睨みつけて大いに怒った。そんな折、大阪べけくそが急にやってきて、密かに大連の森屋にこう告げた。今軍心、今日を図る。また将に道を立ちてむわけ。宇治谷武この言葉を聞いた森屋は、別行のある河地国の後へ退き、人を集め出した、という。竹光とは、 押坂の彦人と体形みこはケクソを使い、蘇が氏と物のべしを争わせて、漁夫の利を得て、次の大王になろうとしていたのではないか。つまり、もりを落とし入れる陰謀は、初めからなかったのではないか、と見ている。そのだ雄も、日本初期中、押坂の彦人と王子の名が現れる、唯一の記事とされる上記の記録に、大坂べしもクソがその名を見せることは、単なる偶然ではなく、 半袖菓しという点で同じ立場の物のべしのために、主人の巫女の命を受け、結クソが物のべしに味方する姿勢を表したのではないかと考えている。ありがとうございます。